皆さんこんにちは、もちょと申します。ビッグレッドファームにてベンバトルが導入されることになりましたね。この馬は結構日本馬とも戦っていたことがあって、しかも結構勝ってるんですよね。2018年のドバイターフでは2着ビブロス、3位リアルスティール、同着でディアドラと、他にもクロコスミアやネオリアリズムとか日本馬がかなり上位に来たレース、まあ、つまり日本の馬場にかなりね近い状況だったからこそこの結果なのかなとも思えるんですけど、そんな中で3馬審査以上をつけて勝ったのがこのベンバトルと、やっぱ香港とかドバイっていうのは日本のね馬場適性と近いところが求められるからこそね結果を出しているっていうところもあるのかなと私は思っておりまして、まあ、そういう意味ではこのベンバトル、その現役時の走りっていう意味ではかなりね日本の馬場に来ても走れるくらいの適性はあったのかもしれませんよね。ちなみにダートでも2020年のサウジカップ、ニューイヤーズデーのマキシマムセキュリティなんかがね来ていたり、もうアメリカから超一流馬たちが集まった中でも3着に来てて、ドバビーさんここでもこなすところを見せていると、この間マフキが日本で芝だと問わず熱いっていう状況を動画作ったんですけれども、まあその傾向っていうのはベンバトルにも同じようにつながれていくかなって思いますよね。同じドバービー3区、そしてマクフィー以上かもしれない日本馬場への適性がありそうな現役時代の走り、これはまたまた面白い馬がね輸入されたなという感じですよね。ちなみにボケに関して言うと、まあ、そこまで日本と馴染みのある感じではないかなと思っております。ただヨーロッパでいうとかなりの優秀な母系と言えるようでして、お母さんのこのナーレインという馬はオペラ賞、フランスの G1 とかアメリカのフラワーボール招待ステークス、どちらも芝の 2000m で G1 2勝となっております。まあ、ヨーロッパの G1 はともかく、アメリカの芝って言えばなんとなく日本と似てる形態なのかなっていう印象はありますし、適性をさらに加速させそうな感じはしますよね。まあ、ただこの馬の母父にね日本で勝負馬生活を送ったジェネラスなんかがいるんですけれども、まあ、成功したとは言いづらいですよね。あとはミルリーフなんかのね名前もあって、この血統的なところだけで言うとやっぱり違うタイプなのかなとは思ったりはしなくはないですよね。まあとはいえこのドバイミレニアムから続く父系、そしてこのヨーロッパで成功している母系、まあ、スピードはともかく他の部分ではねかなりいいところを引き継がれそうな感じはしますし、まあ、大きく失敗することはないのかなって思ったりしますけどね。まあ、単純に実績だけで言えばね、社内で大人気しているリアルスティールからナンバー審査もつけてドバイターフ勝っているわけですからね、まあ、基本的には芝狙いの配合っていうのが多くなってくるのかなとも思いますが、サウジでの3着、そして同じく後継のモンテロスやマクフィのダートへの適性っていうあたりを見てると、両党生きるタイプ、もしくはどっちつかずなタイプと傾向としては出てくる感じでしょうかね。ちなみにビッグレッドファームさんのホームページに、まあ、アピール文みたいなのが載ってたんですけれども、一番やっぱり強調されてるのは日本で活躍した馬たちにドバイターフでがっつり先着しているよっていうことですよね。その勝ちタイムっていうのもジャスタウェイに次ぐかなり速い時計だったと、日本で走ってないとはいえこういう時計に対応しているっていうところはね、まあ、やっぱり評価してほしいっていうところですよね。そしてヨーロッパで大成功しているドバウィ、お母さんも G1 を勝っている名品ですと。で、面白いのが本場はゴドルフィンの馬だったので、まあ、ダーレーとかね、もしくは世界の2人を入りっていうのも全然あり得る活躍はあるんですけど、譲っていただいたっていう感じになるんですよね。調教師さんはドバイ、ドイツ、オーストラリアでの G1 を含む世界各種のレースに優勝しましたと。彼は全てにおいて究極のプロだったので調教のしやすい馬でしたと。まあ確かにあれだけね、アスコット、メイダン、ミュンヘン、ムーニーバレー、まあ、まさに世界各地を走って、しかもウィンクスとかロアリングライオンとかエネイブルや日本のビブロスといった世界の実力馬相手にどこでも強さを見せたっていうのはアピールポイントの一つですよね。精神面っていう意味ではかなり
り強くないとこの点線点線っていうのはやっぱり難しいですよね。しかも2017年18年なんか単純にレースもかなり多いですよね。2018年9戦ですか。日本で条件馬でも1年間で9戦するのは結構多い方ですものね。これを G1 勝ち含む、しかもいろんなところ行ったり来たりするって相当頑丈な馬なのかなとも思いますよね。主戦騎手はオーシン・マーフィー騎手と日本でも馴染みのあるジョッキーで、やっぱりこの長い間現役を続けて信じられないくらいタフな馬だったっていうことはおっしゃってますね。いくらヨーロッパといえどオブライエンさんの馬とかであってもあそこまで転戦して結果出すのは、まあ、容易なことではないですよね。で、締めの分には新次ゲートメンバーと共に全力で昭和ベンバトルをサポートしていくと書かれております。結構大きめの新次ゲートが組まれたっていう噂も聞きましたね。まあそれだけいろんな牧場さんが評価している馬なのかなと。まあただ基本的にはビッグレッドファームさん、ゴールドシップとかからも分かるように、まあたまたまかもですけど、そこまでね頭数がっつり集めるっていうタイプではないのかなと思っております。単位付け料ある程度の価格で設定して、まあ、つける繁殖を高い水準に揃えていくのかなと。種付けの予想としてはビッグレードの最高で今ゴールドシップの200万円で、同じくドバイ後継のマクフィが250万円ですので、まあ、実績を考えれば初年度からでも250万とかありそうな気はしますけどね。やっぱ同じ父路の馬が成功の兆しを見せているっていうのは大きくて、まあ、ただそれ以上の価格だとちょっと攻めすぎにも思えなくもないのかなっていうところがあって、まあ、ただ引退後すぐのね導入にはなるので、若さもあるっていうところでプラス50万の300万とかちょっと強気すぎですかね。ということで勝手な私の予想としては250万、時点で300万とちょっと予想しておこうかなと思っております。まあこれまでは結構岡田総帥の意向がかなり強い導入とかもあったのかなと思いますが、まあ、亡くなったということで、まあある意味新たなね路線の馬を導入する感じにはなったのかなと思いますね。やっぱり最近はロージズインメイとかアイルハブアナザーとか、アメリカのダートでがっつり G1 を勝った馬っていう印象でしたけど、本場は芝を主に走って G1 も勝った馬ですからね。こういった面でも新たな波がラフィアンみたいに来ているのかなと思っております。これで今年導入された海外からの勝馬っていうのも 5,6 頭になってきましたよね。本当に近年はですね、サンデーや金亀以外の血を求めているところもあるのか、こういう導入が増えている傾向はありますよね。まあさすがにすぐにはねサンデーを超えてくるようなすごい勝馬っていうのはなかなか難しいかもしれませんけれども、台を重ねていくごとに独占状態っていうところからも変わってくるかもしれませんからね。数年数十年後には新たな血が席巻するっていう可能性もあるんでしょうかね。まあ、その候補の一頭としてこのベンバトルっていうのは本当に楽しみな一頭だと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。